マゾフシェ公国の紋章ボレスワフの息子たちによる、ポーランドの分割相続、長子領、ビエルコポルスカ東部、マオポルスカ、クヤビ西部、ウェンチサ地方及び、シェラツ地方からなる、シロンスク領、ブワディスワフ2世の分領マゾフシェ領、ボレスワフ4世の分領ビエルコポルスカ領、ミエシュコ3世の分領サンドミエシュ領、ヘンリクの分領、ウェンチサ地方、 ボレスワフ三世の未亡人サロメアの過不良で、その死と同時に、長子領に戻される、ポモジェ、長子領の支配者の方ード・マゾフシェ公国は、1138年に、ポーランド国家の分裂に伴って創設された公国。1526年、ポーランド王国によって、再統合された。公国の地方行政区分1138年に、ポーランド大公ボレスワフ三世は遺言状の中で、 息子の一人で後に大公となる、ボレスワフ4世にマゾフシェの統治を任せた。広告の統治者はすべてピャスト家の諸公が務めた。歴代のマゾフシェ公の中で、ポーランド大公を務めたのは、ボレスワフ4世とコンラト1世の二人である。コンラトは、異教徒のバルトプロイセン人を討伐するために、ドイツ騎士団を招兵したことで知られている。1295年に、ポーランド王国は、 プシェミス二世の体幹によって復活したが、マゾフシェ公国は独立を維持していた。1351年、マゾフシェ公はポーランド王の風神となったが、プーツクシ教区はグニエズのヒロツカサ教区の一部であり続けた。1385年、ポーランドリトアニア合同が成立すると、公国はヤギエオアサの広大な王国の一部となった。1526年に、 ヤヌシュ3世が子供を残さずに死ぬと、広告はポーランド王国に並行されて、マゾフシェ県とされた。東プロイセンに接する北部地域には、元はマゾフシェ出身のプロイセン入植者、マズールイビトが大量に移住したり、宗教亡命をしたりした。18世紀までに、東プロイセン地域に組み入れられた、この地域は、非公式にマズーレンと呼ばれるようになり、 この地域のプロイセン人はルター派の信徒となったが、ポーランド系のマゾフシェヒトたちはカトリック信仰を維持した。ありがとうございます。